十字懸水釣り和は体操競技の釣りは種目で使用する体操器具また、それを使った体操種目の一種、遊具の一種でもある。釣り輪種は種目は演技者が実施を行い、審判が採点する。他種目に比べると動きは少ないが、固定されていない釣り和で体を支える絶妙なバランスと2本の腕のみで体を支える力強さが見どころの 男子のみで実施される最も腕力が要求される種目である。ここ数十年の体操競技のルール改正を振り返ってみると、全般的に振動技重視で、他種目では静止技が著しく制限されている。ルール改正のたびに静止技、力技の制限が厳しくなり、止まらない流れの良い演技が評価されるようになっている。この中で、 釣り和だけは逆に振動技が制限される流れがあり、釣り和の特殊性が大きくなってきている。これは、各種目の特色を十分に発揮させるという意味では、歓迎すべきものである。一方で、総合種目を行う選手の立場からは、釣り和だけが大きく方向性の違うものとなってしまい、釣り和と他種目を両立させる、難しさが大きく、オールラウンダーが減る傾向の原因となっている。 2001年のルール改正で団体種目決勝での演技実施者数が減少したことにより、釣り輪のスペシャリストの価値が上がっていることから、今後、オールラウンダーがますます減ると予測される。2本の釣り輪は床面から280センチメートルの高さに吊り下げられている。樹脂、金属内脂木製の輪をロープやワイヤーで吊り下げており、それぞれの輪は自由に動く。 輪の内径は1 8トル、輪と輪の幅は5 0トル。また、吊り下げているワイヤーはいくらひねろうとしても、ねじれないように根元部分に工夫がなされている。釣り輪種目は、団体、個人総合で行われるほか、種目別でも単独で行われている。演技は釣り輪にぶら下がったところから始まり、終末着で着地するか、演技者が途中で危険するまで行われる。 釣り輪にぶら下がった時点から演技が開始するのであり、この際自力で飛びつくのは、無論のこと、ロイター板や補助者の助けを借りることも許される。演技終了は着地動作を完了した時点となり、着地時に静止できず、足を踏み出したり転倒した場合は、減点対象となる。演技開始から、終末技の実施まで手を離してはいけない。この種目は、釣り輪上で技を行う。 非常に多くの技があり、認められている技には、難度が設定されている。体操競技の採点は、基礎実施点等に、難度に応じて加えられる点である、難度加点を加えた、演技価値点から不完全な技の原点を引いたものが、得点とされるため、いくら美しい演技をしても、難度の低い技ばかりでは、結果としていい点が出ないことになる。状態体の状態を表す用語は、 以下の通り。技わ技ざわざは数えきれないほど多くの技があるが、系統を立てると以下のようになる。禁止行為を行った場合は0点となる。また、減点が課せられるケースもある。部員制度が学校管理下での安全な練習と演技を行うにあたって、事前の事故予防策が必要になる。遊具の釣り輪は体操競技の釣り輪よりも大型で、工程をつけて設置されることが多い。 ありがとうございます。